マルコ・マルキオンには、イタリアラツィオ州、モンテロ・トンド出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、MF、FW。キャリア初期には、ウィングプレイヤーであった。2005から06シーズンに、パルマ FC で活躍を見せ、2006フィファワールドカップの、イタリア代表入りも噂されたが、結局メンバー入りは果たせなかった。 翌2006から07シーズンより、昨季中に入団が内定していたユベントス FC に加入した。1年目から25試合に出場しクラブのセリエ B 優勝、セリエ A 復帰に貢献。2007から08シーズンは怪我で棒に振ったが、2008から09シーズンはマウロカモラネージからレギュラーの座を奪い、自己最多タイの計36試合に出場した。 ユベントスでは3シーズンでリーグ戦63試合に出場した。2009年7月、共同保有でアクフ・フィオレンティーナへ移籍。2012年9月、フルスのパルマと1年契約を結んだ。2014年8月27日、UC サンプドリアに移籍した。2015年9月1日、セリエ B の US ラティーナカルチョに加入した。 2017年7月20日に、セリエ C のカルダレーゼカルチョへ加入し、かつてエンポリー FC で指導を仰いだシルビオ・バルディーニと再会した。現役引退後は指導者の道に進み、2020年10月にホッチャカルチョの監督に就任した。イタリア代表としては、2003年11月12日にワルシャワで行われたポーランド戦で代表デビューを飾った。 ありがとうございます。